にあえらされる。過去の対抗戦にもあった現象であるんですが、さあ残ってるのが、まあまだ序盤ですからね、いろいろ残ってるんですが、だいたいいける、フォルテにはいける、ただ誰がいける、そういう話になりますからね。フォルテ、まあ有利不利は別にして、まあそういう風なタクをかけられ続けると、どうしても有利不利の話では済まない、そういう時がありますから。まだ神奈川は2人しか死んでない。自分は数のうちに入らないぐらいですから。さあ出てくるのは、さあ愛知7人目イプシロン J のバイパーの登場。さあカメラ戻してください、カメラ、はい、さあ毎回、BP は、それほどではないんですけれども、毎回 NSB で確実に上位に上がってくる、結果を残してくるイプシロン。さあ試合数が1万5000、さあ愛知一のやり込み勢イプシロン。さあ画面端、さあ大舞台に強いイプシロン、試合数が全てを物語っているイプシロン、球団2連発上、さあこれはハマっている、ゲージ回収もしっかりしている。さあイプさん、さあこの人がなぜこの PP なのか。さあ BP よりも試合数が誇るイプシロン、パナス、さあパナスとはいえどお前より試合をやっているんだぞ言わんばかりの、上も入る、これはビアッタイプシロン、さすが経験の差を見せるイプシロン、ようやくホルテを破った。さあ止めた止めた、バイパーのイプシロンが止めた。さあ早くも神奈川お笑い枠使ってきた、お笑い枠からカード来て